どうも、いとしん TV、伊藤慎吾です。イェイイェイ。本日は、将棋ウォーズ、いとしんアバターゲットの道、チャレンジしていきたいと思います。さあ、じゃあ質問に答えていきたいと思います。いとしんさんが好きなドラマは何ですかという質問ですね。最近ね、あなたの番ですっていうね、穴番って略す、ドラマを見ていて、それがほんとたまらないですね。もう、今すぐ見たい。今すぐ新しい回を見たいって感じですね。半年間でね、一本なんですかね。普通3ヶ月で終わりなんですけど、3ヶ月終わって、そこから先にさらに先がね、あったっていうことで、いや、びっくりしましたね。もう、あれを見てますね、本当に。日曜日が楽しみです。皆さんもぜひ見てください。ではマイページポチと、10秒将棋で今いとしん TV のね、いとしんのアバターですか、いとしんアバターをゲットしようとしてるんですけど、今43位ですか、966人中43位ということになっております。棋力レーダーチャートはこういった感じです。中盤力、早指し力、守備力が 3.1、3.4、3.7 ということになっております。はい、では設定ポチと、本日は山口恵理子さんのボイスでコンピューターとの対戦は対戦しない、対戦相手の強さを任せということでいきたいと思います。対局開始、10秒将棋通常対局開始でいきます。さあどうなるか、マッチングされるかどうか。いやー、このね、待ってる時間が緊張します。よろしくお願いします。対局開始。強そうだな。3、1、強そうな方ですね。どうしよう、落ち着いてみようかな。三間飛車対1、2、3、一手損角換わり、石田流ですね。石田流対角交換型の居飛車系の将棋にします。5二金右は6五角の筋をね、ケアした一手ですね。9五歩と突いて、端の位を取りました。こちらは左側に囲っていきますね。左美濃を目指していきます。相手のことは美濃囲いですかね。さあどう組むか。4八銀と上がりました。どこかで3六歩とかついてくるんでしょうか。1、2、3、4、5、つけるかな、ついてみましょうか。5五角打ってくるかどうかがまずポイントですね。あ、打ってこなかったな。1、2、3、4、7銀かな、これは。はい、4七銀と上がって形を整えていきますと。2筋のね、関係がどうなるかですね。1、2、3、4、5、8金左かな。はい、あ、5、8金右ですかね。5、8金右と上がって、どうなるかな。2四歩、2六、3三桂みたいな。あ、そっちか。どちらになりますか。わからん。銀を上がってみよう。どういう戦いになるのかな、これ。楽しみですね。穴熊にしてきましたね、相手の方は。3、4、5、6、突くべき、突くべきかな。マグマか、硬いな。4、5、まあ後手番なんでちょっとゆっくりいってみますか。いつも焦っちゃうんでね。はい、1、2、3、ここで4、5、まあ玉一回上がりますかね。どういう戦いになるのか。7一金から7二金寄るとかしてくるんでしょうか。あ、桂跳ねてきたか。3、4、5、6、分からん。引きましょう。微妙、微妙なところです。1、2、どうしようかな。4、5、6、7、8、勝ちなら銀上がりたかったんですけどね、その瞬間ちょっと離れるんで怖いんですよね。1、2、3、どうしようかな。4、5、6、
危ないかな。危ないか。2号機跳ねられちゃうかな。跳ねられちゃったらちょっと嫌だな。まあ、ただ7七角とか打ってみましょうかね、そしたら。あ、突きですか。ほうほうほう。これは角打ちたくなるな、さすがに。大地角打ち込みましょうか。これで、2一飛車なら4二角成り、3二飛車なら7五角成りみたいな感じですね。うん。まあ、ちょっとポイント稼げればって感じなんですが、あ、どっちか。うわ、わからん、これ。6。迷う。なろう。5にしたいい手でしたね。1、2、ほう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 。3、4、ホル、5、どっちだ ?6、7、わからん。8、逃げよう。4の角取ってくるのか。1、2、3、4、なるほどですな。6、飛車一回行くか。8。いやー、穴熊硬すぎる。穴熊硬いですね。1、これで、3、4、5、6、2音ついてみますか。5五銀とかぶつけてくるのかどうかですね。あるいは3六歩みたいな感じの手もあります。どっちかな。同歩でしたね、自然に。同飛車かな。同飛車5五銀7七馬みたいな感じで指していきましょうか。こちらだけ飛車が慣れればっていうとこですね。2二歩受けてきたら1回7八金上がるかな。3六歩の反撃も怖いんですよね、こちらとしては。はい、3六でしたね。うわ、どうしよう。迷う。なろう。3七歩成となってきたら3四歩と打ってみます。そこで4五桂なら3三歩成で、と金を活用していくと。3七歩成もね、怖いんですけどね。はい。あ、桂跳ねてきたか。なるほど。うわ、わかんない。いや、微妙だった。ここで銀か。巧みですね。いやー、なんだこれ、わからない。逃げよう。やっぱり馬と角の交換って損なんですよね。ですから、はい、これで、うーん、どうしようかな。取りましょうか。6一銀が一つ狙いの筋ですね。同金同竜みたいな感じになれば少し弱体化させることができます。やっぱり穴熊と銀冠のね、ちょっと7八金上がってない形なんで、その分形弱いかなって感じですよね。どうしよう、銀打っちゃおうかな。これで少し弱体化させる狙いですね。うん、なんかリード奪いそうな感じもあったけど、ちょっと失敗しちゃったかなってとこですね。はい、これでどうするか。いや、と金が近いな、これ。やだな。4二銀と取ってくるかな。打ってくる手もある。銀か。1、2、3、4、5。うわ、わかんない。7、8。いやー、ちょっとしょぼいかな。4七と防いだんですよね。ちょっと受けの手ですね、4九香は。はい、これで金が逃げるとと金が入ってくるってことか。じゃあまあ、桂馬取りますね。うん、これで少し硬くなったかなって感じですね。相対的に見て。はい、と金使ってきましたね。これは、4三香成かな。うん。まあ、一気に攻めるのは難しいので、5二成香とか5二金とか、そういった手を狙っていきます。1九角成とか4六角とか、そういう感じで攻め合いになるんでしょうか。9五歩ついてるんでね、少しだけ余裕があるかなってとこです。4、5、うわ、どうするんだこれ。7、8。マジで分かんなかった。筋悪いけどしょうがない。46馬かな。46馬に引かれた時にどうするかですね。はい、1、これで3、4、5、6。うわー、どうしよう。取ろうか。同銀に対してどうするかですね。1、2、3、4。いや、逃げるのこれ。6、逃げるしかない。8、9。うーん、微妙だったな。1、2、3。ちょっとと金が近づいてきちゃうか。6 5-7 と7-8金6-8金みたいな感じですよね。4一竜の方が良かったかもしれないけど、5一金弾かれる手があったんで微妙でしたね。7、8。と金活用された。
と金活用されると駒損かな。ちょっと駒得なんですが、と金の分どうかっていうとこですね。そうそうそう、これで相手の成香寄りかな。成香寄りで戦うか。同銀は4一飛車が詰めろ馬取りになりますので銀を引くと思います。あるいは攻め合いか、銀を引くのかな。あ、取りましたね。一応77馬がね、最後の取り出というか、この馬で持ってほしいって感じですね。68ととかは詰めろになりませんから。これでどっちかな。71銀左かな。あ、マジか。41飛車がね、これ詰めろ馬取りなんですが、これが決まればいいけど、怖い。緊張の一瞬です。ここが緊張ですね。はい、これで取れたけど、その瞬間攻めてこようという感じでしょうか。いやー、切らすのやだな。切らすの大変なんですよね。同馬で57と金も取っちゃうか。もう6八金には57竜取っちゃいますかね。それの方がいいかな。安全かな。安全ですかね。はい、これで取って7八金同玉で穴熊の姿焼きを目指していきます。7八金同玉みたいな感じで、角銀強怖いな。なんか何かあったら終わり、終わりでも何かけど、3一竜と57竜とね、2枚竜がいますので、受けは結構王様一人ぼっちなんですけどね。2四角とかそういう手が大丈夫なって感じですね。寄せに行くか。もう分からんから寄せに行こう。6一銀から次に7二銀なり同銀7一金みたいな筋で詰めろ詰めろでを狙ってきます。あるいは、あ、ここでも行っちゃう。ここでも行っちゃうか。リスキーかな。まあいいか、一回取るか。じゃあ7二銀なり同銀7一角の筋が一番早いですね。同銀同竜で、はい、詰めろ詰めろで行けます。そろそろ行きますか。そろそろ行きましょうか。はい、これで8一成銀同玉みたいな感じの筋ですね。7一角同銀同竜で必死だと思います。ただ受けがあるかどうか危ない。 iPad で今日やってますんでね、クリックミスは避けたいところですね。同銀同竜、あ、これも罪ですね。8二角成同玉7一銀同玉6二金8二玉7二金みたいな筋で、金4枚持ってますからね、駒はたくさん持ってますので罪ですね。同玉6二金で、これ銀でも玉でも取れません。逃げる一手で7二金と取っていって、同銀は7一銀、同玉は6一竜みたいな感じですね。長い戦いを、はい、よく頑張りました。ありがとうございます。山口英子さんのボイスに癒されますね。では、解析ボタンを押してと、まあ簡単に振り返っていきたいと思います。後手番となって、相手の方はね、7五歩の林田戦法で、こちらは1四歩と突く対抗形ですね。こちらの主張としては1五歩と位を取れていることですね。はい、では進んでいきます。まあこの辺は相手の方の作戦ですよね。あの、この辺りは4四銀から3筋で戦う手もありますし、5五角と打って、7七桂とかね、受けた時に4六角と一歩を取るっていう指し方もあります。2二飛車は向かい飛車にして穴熊にするっていう狙いでしたか。うん、で銀を上がって、はい、2筋ついてと、うん、まあこの辺は合格でしょうね。で、ここで8七に上がりたかったんですけど、その瞬間2五桂同飛車2四歩2八飛車2五歩とかいう筋はちょっと気になったんですね。はい、ということで金を一回引き締めました。で銀を上がった瞬間に動いてきたと。まあここは7八金上がるも普通なんですけど、まあどうなのかな。5五歩6五銀なら4七角、5五歩4七銀なら2五桂同飛車1四角みたいな筋が一応ありますと。ということで、角を打って、まあ、積極的に行きましたね。あと角もなかなか面白い手で、同馬同歩となってしまうとね、馬が消されてしまうので馬を引きました。で、飛車を置いて、うん、ここで2四歩つきたかったんですけど、2四歩3六歩2三歩なり3七歩なりみたいな感じの展開は、うん、飛車を割れそうなんですよね。2六飛車には3五銀みたいな感じで、うん、
3五角もありますかね。うん。で、一回飛車を浮いてから突いたと。で、同歩同飛車で一応2筋の突破は約束されましたね。で、3六突いて、まあこの辺りも2筋突破できたんですけど、結構いい勝負ですね。で、香車を取って、はい、銀を上がってと。同銀は同角同馬同歩でさっぱりしてしまうので、うん。もう引きました。で、あ、銀取ったのか。取って、なって、銀打って。なんかね、調子いいように見えてね、意外と大変ですね。あの、先に協力してるんですけど、難しいです。で、取って、取って、飛車打って。うん、これ冷静でしたね。2二飛車は、どう曲がりますからね。で、逃げて、銀か。ここら辺でもう4七ともあったかもしれないなって思うんですよね。4七とから5七桂成とか。ただ、まあ、一回7一銀打ちたくなる気持ちもわかります。で、香車打って。これがね、結構自慢の一手でしたね。たまたまいいところに手がいったって感じですね。次4ならとと寄ってくる手と、あ、4ならとと狙寄ってくる手を狙ってるので、それを防ぎつつ4五香とね、桂馬を取ってしまう手を狙っています。この辺りのバランス難しいんですよね。攻めるか受けるか、まあ、例えば5二金同飛車同竜とかもあるんですけど、そこでちょっと1回パスになるんで4ならとから攻め込まれてどうかってところなんですよね。で、実戦は香車を打って銀を打って取ってと金を打ったでラップ。うん、この辺はね、6、4ぐらいで優勢ですかね。はい。で、金を打って、まあ、ただ、相手のね、馬、銀、と金もかなり急所に来てるんで、怖いですね。ここはね、4一竜もあったんですけど、あとで5一金弾かれる手があるので、自重しました。で、取って取って、と金を打って、はい。で、5三成香で、7一銀左ってやった方が良かったかもしれませんね。7一銀左で、6三成香同金、まあ、4一飛車とか、4二飛車とか、4二飛車6四馬引かれちゃうかな、4一飛車かな、そんな感じの戦いかなと思ったんですけどね。取ってきたので、はい、これ4一飛車がね、決め手になりましたね。これで、はい。結構大きな駒得になって、相手の方の攻めが切れてしまった感じですかね。はい。で、実戦は5五歩と突いてきたんですけど、はい、このね、7一角が急所でしたね。7一金でもこの場合いいんですけど、7一角の方がより厳しいですね。はい、で、最後は即詰みと。ということになりましたね。いやー、熱戦でした。本局は、早い下に対して、9筋のね、位を取る指し方にしてみました。解消できました。ありがとうございました。また見てください。いとしん TV チャンネル登録お願いします。